ターレ富山のゴールキーパー飯田達美。長年セカンドキーパーに甘んじてきた男が試合に出続けている。ゴールキーパーは一人しか出られない唯一のポジションだから、出番はいつも急にやってくる。飯田は191センチの大きな体でそのチャンスを受け止めた。緊張したことはないですね、サッカーで。はてか出れるっていう方が大きいですからね、その緊張って思うよりも。結婚式もう緊張やばかったですけど、落ち着いてるっていうか、まあいい意味で図太いっていうか、そういう意味で、非常に安定した精神の持ち主なので、そのあたりがプレーにも好影響を与えてるのかなっていう気がしますね。天は二物を与えた。飯田は体も心も大きい。天真爛漫、サッカーだけに執着してこなかった過去を語る。もうしんどくてっていうのもあってやめたかったけど、でも誰かしらがなんかちゃんと戻してくれて、その積み重ねっていうか、もうプロになりたかったわけでもないんですけど。周りに押される形で入ったプロの世界は競争社会。今シーズンは J1 経験者とガッツのある若手の3人でしのぎを削る。最初の方は紅白戦も出れない状況もあったんで、自分も出たい一心なんで、もう出るために一生懸命やるってだけです。まあそれは出れるに越したことはないですし、試合出た方が絶対成長もできると思うんで、出るっていうことは大きな意味なんですけど、でも僕の中ではそれよりもチームが勝ってくれればいいんでっていうのは、結構他の人と変わってるって言われるんですけど、よくねえのかって言われるんですけど、よく、まあ、キーパー特有の考えでもあるのかなと思いますし、液晶生物じゃないですかね。口ではでも言いつつ、まあ、本心ではやっぱり出たいと思ってるんじゃないですかね。そういうとこあるんで、はい、でもいざ自分が試合に出るととことん熱くプレーする。声を張り上げて指示を出し、先頭に立って勝利を目指す。やっぱ押せ押せになるときってやっぱ後ろ突きできるんですよ、みんな前に重心いくから。でその時にやっぱそのセンターバックの人とかあんまり声届かないとこもあるんですけど、話し合って常にカウンターのカバーとか、こっちのコーナーキックでも取られてカウンターのカバーの話をするし、もう言いたいことは言うし、言い合うこともあるし、先輩だろうが もちろん下から言われることもあるし、それが普通だと思ってるんで。あ、言いますよ後で、お前うるせえんだよって言いますけど、ね、うるさいって言われようが、あいつはやっぱり伝えることは伝えないといけないですし、神の声だと思ってこっちは助かってます。ピッチでは緊張はせず自然体。でもプレッシャーはある、誇りもある、責任感も人一倍だ。それだけ違うユニフォーム着てグラウンド出れるから、でやっぱ特殊なポジションなんで手使えるっていうのを、できればボール触りたくないんで、あいつずっと触ってねえなっていうのを見てほしいですね、逆に。まあ、でもたまには映った方がいいんじゃないですか、テレビ選手たちのいろんな熱い思い、総力結集。ぜひ試合会場で熱いプレーに声援を送ってください。バモスカターレ。